西日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道福知山支社、福知山支社西日本旅客鉄道福知山支社は、京都府福知山市にある西日本旅客鉄道の支社の一つである。かつての日本国有鉄道福知山鉄道管理局の流れを組む。主に京都府北部と兵庫県北部を管轄する。JR 西日本では当支社が管轄するエリアを北近畿エリアと定義している。 JR 西日本では営業キロへでの支社協会を駅で区切っているため、街頭停車場を協会駅として扱う。なお、がついた路線は、全線が管理区間内に入っている路線、印がついた路線は、他線接続駅しか、管理区間内に入っていない路線である。かつては、篠山線、宮津線も管轄した。なお、 国鉄時代の福知山鉄道管理局の管轄は、福知山支社のそれと以下の点が相違する。JR 西日本では、主要駅に駅長を配置してその駅を管理駅としている。福知山支社管内の管理駅と、その管轄範囲は次の通り、2010年6月1日をもって、管内の鉄道部はなくなった。なお、車体表記の福は、正確には、 服の急事態である。ありがとうございます。